わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど、下でもね、ハム太郎でございます。この離れ国技のね、これよ。このバブリーギフト。このバブリーギフトがとにかく多分優秀なんで、今回は弁天と組ましてやっていきましょう。今ね、フレンド枠に設定している理由としては、フレンドを今、あれにしてるんだよね。ミューズ。ミューズにしてるから、サブ機で設定したやつになっております。どうでもいいか。はい、やっていきましょう。さあ、弁天の非常にいい相方ができたね。だから、バブリーギフトに触れてから、加速することによって、止まらな弁天になってるね。いい加速だ。あ、いい加速だけど、さすがに角度雑すぎか。まあまあ、でもね、今みたいな感じで、とにかく減速率緩和がもらえるって、結構ものすごいことなんだよね。これいけんじゃないかな。もう雑な斜め打ちだけど、バブリー。だよね。処理しちゃうよね。はい、じゃあ楽しくね、ラウドラやっていきましょう。最近なんかギャラルホルンでやったばっかだけど、まあもちろんね、ギャラルホルンとか積んだ方が強いことは分かっちゃいるんだけども、このね、離れ攻撃に1体いるだけで、多分ね、結構変わってくると思うんだよね。もちろん私今回弁天で使ってるんですけど、基本的には多分ヤクモとかがおすすめじゃないかな。この子ね、SS も加速化で張るタイプなんで、めっちゃ倒すやん。そういうの待ってたよ。なんだっけ？そう。普通に使うとしたら、ヤクモちゃんとかと組ましてあげて、ほら、ルミナスレイを壁ギリギリまでバブリーギフトのおかげで運べたね、みたいな。そういうのが多分メインの使い方になると思いました。はい。だから多分そっちが一番いい使い方なんだろうね。あくまで私は今回ちょっとね、弁天推しなんで、弁天の活躍のためだけに使ってます。やべえ、弁天燃える。いてえ。大丈夫、バブリーギフトがある。バブリー。あれ、なんかめっちゃ減速しなかった？触れすぎたか。あ、でも倒しちゃう。それでも倒しちゃうのが弁財天。いいね。って感じでね、まあ、楽しくやっていきましょう。でね、離れ攻撃なんだけど、まあさっき私クエストやってきたんですけど、マジで、そこで倒しとくわ。ミューズクエスト。うん。信じらんねえレベルのミューズクエストでした。多分ミューズ4体でやったら、うちの娘でもワンチャン勝てる。クエストさえ理解すれば。引っ張る角度とかもあるだろうけど、あの槍なんだっけ？あの槍。ほら、あの槍っすよ。バブリーギフトすげえな。なんだっけ？ほら、壁に触れてさ、槍がビョンってるやつ。あれのシステムさえ理解すれば多分、マジでうつ娘でも勝てると思いました。そんぐらいね、なんかいい感じでしたね。離れ小国殴り。なあ、しょべ。まあ、離れ小国自体はね、そんな強くないんで。これ、ステータス全く増してないですけど、今こんな感じですね。今っつうかまあ、24000、27440。まあ、スピード型としては悪くないんじゃないかな。ここも先に離れ国に触れてから、下の加速壁触れれば、もう加速しっぱなしの、加速しっぱなしのやっちゃもんなんだけど、あ、いける。いったね。これバブリーギフトの影よ。倒しちゃってもいいよ。あ、ギリギリか。ギリギリ届かねえか。いや、違うな。今、弁天楽しいんだな。次の弁天譲るよって。はい。じゃあ突破でございます。あー、加速すると長い。そう、長いのよ。弁天動画はね、まあ、私的にはね、弁天元気に動き回って推しが今日も元気ですって感じなんですけど、長くなっちゃうんだよね、動画の尺が。さっきのね、離れ攻撃もそうだった。私、ヒュプノス、ミューズ、運枠。名前忘れちって、ど忘れちった。おっこつくんと同じ友情コンボを持ったとんでもね、とんでもキャラクター、セイラムか。セイラムでやったんですけど、まあ、加速が止まらん。動画がどんどん伸びてったね。ああ、余裕で処理だね。まあ、正直どこでいそう現状で強いかっつったら特にないんですよ。ここで離れ国に強いねってステージは現状ないんですけども、けどもだ。十分でしょ。そしたらね、いやー、たまんねえかな。二段階目にしとくか。ごめん。ひよった。殴って。離れ国に殴り。貫通の限界って感じ。バブリーギフト。あー、いいわ。弁天が止まらないのがいっちゃいい。だからね、多分、そう、重力クエストに関してで言えば、本当に1体編成してあげて、特に、どっちかっていうと、高難易度どうなんだろうな。そのルミナスレイ関連でいけば、マジでどこでもちゃんなんだけど、これ一回出るわ。多分、普通に高難易度で使うとしたら、このバブリーギフトのおかげで、やっぱ殴る回数が増えて、必然的に
総合的なダメージ増えていくと思うんで、いい運枠じゃないかね。もちろんさ、さっき言ったセイランみたいに、友情コンボ強くて、当たれば完結系の、ああいう友情もいいんだけど、こういうね、補助系の友情も悪くないよね。はい、緩和してる、緩和してる。あ、今 2P に触れたら多分帰っていけたな、もう一回。ごめん、無駄にここもちょっと時間かかってるわ。すいません。これパワーがアップだっけ？パワーがアップか。なかなか面白いよね。スピードは上がんないんだよね。あくまでパワーのみ。よし、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 よし。あー、爆発キャラと組ませてあげればね、自身にもバブリーギフトで。2体編成してあげればダブルバブリーで、ダブルバブリーして結局、ね、自身も加速して楽しい楽しいってなると思うんだけど、どうでしょう。はい、じゃあボスやっていきましょう。ね、長いでしょ。ここが長いんよね。ここが長い。でもこの弁天にハートマークがいっぱいつくっつうのも、絵面はいいね。個人的には。よし、じゃあボス戦やっていきましょう。で、2段階目溜まったけど、まあパワーがアップっつっても、あ、どうなんだろう。加速壁のターン数にもよるけど、ワンチャン2倍とかの実況がもらえたら楽しいんだけどね。これは SS いくか。バブリーだな。初手バブリー。スピードアップがね、あー、良くなかったわ。ごめん、良くない。雑に打ったわけじゃないんだけど、そう、スピードアップをね、一気に消費しちゃうんだよね、白爆発で。そこはちょっともったいない。まあ、あくまで弁天に関してはね。惜しい。そう、弁天って、私の動画見てくれてる方はご存知かと思うんですよ。よくご存知かと思うんですけど、こう、あ、止まっちゃう止まっちゃうからのギリギリ弁天触れてなんとかなるみたいな。それが多いんだよね。お、お、これ倒したら大したもんだ。に、割れた。はーい、処理した。すげえな、バブリーギフト。最近ね、この減速率緩和とか増えてきましたよね。前はほら、ケロンアルファだっけ？あの子が確か初めてさ、バブリーギフトじゃないけど、当時はその減速率緩和状態にするみたいな文言でしたけど、これいいね。この、加速キャラと組ましたけど、個人的に好き。あと気になるのは、まあ、動画にはしてないんですけど、コナン君とか、もともと減速率の緩和になるストライクショット？ただあれってさ、文言はバブリー状態になるとは書いてないじゃないですか。ってことは、バブリーバブリーできるのかなっていうね、単純な疑問。ダブルバブリー？お、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 これが減速率緩和。いやー、楽しいね。緩和。緩和して殴りまくって全部弾処理して、残るのはラウドラのみ、さらにハマって稼いでいく。楽しい。モンスターストライクが今純粋に楽しい。この編成だと。ただ、あ、次か。離れ攻撃のターンだけなんかしょっぺんだよね。よし、緩和した。あとは殴りまくるだけ。うわ、すげえや。そんなに今狙ってないよ。そんなに狙ってないのに、ダブリーギフトのおかげで、もう加速して、止まらずに、カン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 。で、さらに上に入ってカン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 。たまんねえな、おい。これワンチャン使ってみるか。ほい。加速壁。わかんねえ。わかんねえ。これが何ターン継続かだよね。多分、1段階目はさすがに一巡だろうけどね。お、バブリーした。あ、そっち行ったか。おー、倒した。これもう一回加速してるわな。楽しかったんだけど。まあまあ、でも余裕でしょ。多分ね、2段階目で16ターン使ってるから、1巡分ぐらいは継続するんじゃないですかね。加速壁。知らんけど。外から行って、減速率緩和して、あ、長い長い長い。これ長いよ。ほら、弁天にハートがつきまくる。だからいいね、ラウドラ。あとは、もう特に、でも見せ場っつう見せ場はもうないんだよね。多分ね、さっきのボス1の止まりかけからのカカカカ感が一番の見せ場だったかもしんない。こっから来るかな？ねえ。花子ちゃん。ただ現状で水属性で誰と組ませたら強いっていうのは誰が強いんだろうな。ねえ、ルミナスレイみたいなのが出てくれればまた話変わってくると思うんですけど、現状で誰、誰だろうね。引っ張り系の友情も強いかもね。だから、誰だにあんた組ましてさ、友情コンボブル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 って出しまくる感じ？それも多分ね、ワンチャン楽しい程度にはできると思う。またさっきのコナン君みたいな？そう、コナン君。お、寝た？え？何いるよ？
何で寝たの？ああ、え？メトロで寝たっけ？寝ないよね。何で寝たんだろう今。うん。なんだろう、わかんねえや。なんかラウドラ寝たね。あれ、メテオか。そうだ、メテオか。そしたら、緩和状態で、ザザザザザザって加速して、もう一丁、あ、もう一丁ハマる必要なかったわ。楽しい。ごめん、さっきから私が楽しんでばっかりですけど、特にもう言うことないんですよね。うん。あ、で、もう一個、個人的に離れ国技のその難易度について。まあ、確かに私はミューズ2体積んだ。にしては本当に良かった。マジでね、あの、ヤクモゲーの再来だったらどうしようかと思ってた。ミューズ持ってねえやつやんなくていいからレベルの。あれはね、ダメ。やりすぎ。五色の調べが繋いだ縁。あれ？あ、やべ、加速拾ってない。嘘だー。せっかく緩和したのに。いやー、俺が台無しにしたわ。よくないね。そしたら、さっき私ね、多分加速壁数え忘れたわ。一体何ターン継続したんだろう。まあ、ちょっとその辺動画見直していただけるとね、嬉しいです。後半で意識してなかったから多分、まあ一巡ぐらいは持ってたんじゃないかな。まあ最悪ね、私のいつものセリフで言えば、ゲームウィズとかで見てあげてください。あれがね、いっちゃん正しい。これもバブリーすれば多分、流れ打ちでいけると思うんだよね。あ、いけんかった？いけんかった。へぇー、弁天の攻撃に耐えるか。加速！オッケー！弾壊した。偉い。ただもう一回触れてな。上のデータバッターも倒してくれてればもう100点満点だったんだけど、まあ、しゃあなしや。いいね。安定処理。からの、覚醒からの、パックでも使うか。もう特に使うとこないし。やばい、バブリー。いや、めり込んでんじゃん。ちょっと待ってくれ、それは聞いてない。ご期待に応えようか。いや、ひどいじゃん。そのめり込みはずるいって。ちょっとよ、もっと私を見て。もっとよ、もっと。あ、そうか、ワープか。ああ、無駄な2点になっちゃったな。やばい。あのね、こっから電線切りが下手に当たると負ける。一撃で。聖夜にお届け弁天損。あぶねえ。よし、バブリした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 。いいバブリだ。いや、マジ面白いな。やっぱ白バックってのがいいよね。もう一個の友情が。攻撃キャラと組ましてもいいし、こういうガチガチぶん殴りキャラと加速で組ましてもいいし、まあ加速じゃなくてもね、単純にだって減速率緩和ってストライクショットの威力めちゃめちゃ底上げされるからね。もうその時点で勝ちじゃん。勝ちだ、ね。よっ。あ、壊せないけど、うん、だめだ。喋ることねえや。私個人としては非常に楽しいキャラクターでした。ご視聴ありがとうございました。ハムタラでございます。ね、バブリーギフトして、バブリーギフトして、緩和して、加速して、お、削り切っちゃう。削り、あ、無理かな。無理か。マジか、弁天。分かっちゃったよ。最後、離れ小麦に渡したんか。美味しいところ。ただな、小麦でいけるかな、これ。あ、無理だ、これ。小麦。小麦が割れれば多分、いけると思うけど。弁天の素晴らしい傷が、あー、台無しにしたわ。所詮、離れ小麦だ。はい、改めましてご視聴ありがとうございました。タバでございます。いやー、楽しかった、楽しかった。これがバブリーギフトです。うひょー。もういいのーってね。この間もボッコボコしたばっかだからね。なんかごめんな、ウドラ。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。